加熱用の牡蠣、あとは昆布ですね。さらにですね、これ白だし、ちょっとお酒をね、入れていただくということでございます。こちらに2合の、今日は2合お米が入っております。これね、まぁ、ちょっと濡らして、もう昆布を下に敷き詰めちゃいますね。ゴロ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 、ちょうどこの白だしを入れた状態で水分をね、ちょうどにしたいんですよ。2合とうどんつゆぐらいの濃さでいきたいんで、これだと1対7ですね。はい、あ、お酒も入る、分量的に。それと最後に氷を1個ちょっと入れといてください。そうするとね、まず水温が下がって冷たい水から高温で炊き上がるんで、うん、そっちの方のがね、あの芯が残らないでね、すっごく美味しいんですよ。バガーン炊けたらー、うわー